せーの、オーバークールメンポー。今日の企画は大学生のキショイストーリー超えていこうぜ。イエーイ。なんなんそれ。大学生のキショイストーリーっていうとインスタ、ツイッターでどっちもね、うん、もうバズってるんですよ。どういうやつなの。いっぱいいるじゃん大学生。あ、俺な、その人たちが、うん、な。ねえねえねえ。いや、ダメだ。どうした？よ、喋るなぁ。よ、喋るなぁ。もう、むちゃむちゃ。むちゃむちゃ。ヒロトの脳は停止しています。ヒロトの脳は停止しています。今日な、うん、海行って飛び込みまくって、そう、1時間とか2時間かけて行って、また1時間とか2時間かけて帰って、もう疲れてるの。もう疲れ切ってる。で、キショイストーリーっていうのは何なんですか？そう、何なんですかと。はい。いきなりに動画や写真を投稿する機能があって、そこに痛いやつが来てることを投稿するようになった。その機種投稿取り上げたのが大学生のキショイストーリーっていうアカウントである。今回そのアカウントからキショイストーリーを抜粋し、そいつらを超えるキショイことを言おうというのが今回の企画だ。じゃあやっていこう。やったらわかる。とりあえずやろ。やったらわかる、はい、うん、みんなもそのインスタのキショさに触れてこ。1枚目いきます。はい、ないよ。はい。ん？はい。俺に言おう。ああ。なるほどな。はい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 。めっちゃ好き。超える。むずいぞ。僕と君を足して、千。ちょっと待って、百やぞ。足して百やぞ。百で、男450、女子450。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。もう脳バグってますわ。もう朝から疲れすぎてちょっと脳バグってますわ。バグってますね。答えいきます。答えいきます。答えドン。僕の100%。超えてるね。たんじゃないですか。まあ確かに痛いもんね。痛ないよ。じゃあ痛い。痛いよ。そう、まだ恥ずかしさが出てるんか俺には。本気で来いよ。キショイストーリーから選んでくれた。いや、うん、違う、うん、違う。そういえば知り合いあげてたなって思って。あー、うん、こいつおもろいなと思ってたやつのストーリースプスしてあったんで、うん、はい、あー、なるほどなるほど。それ持ってきました。あ、もう自分が面白いって思ったやつをもう持ってきたと。そう、うん、ヒロトの身近にいない。いっぱいいます。いっぱいいるんですか。いっぱいいますか。あらあら。その車に乗ってたカップルを半殺しにした。証拠で？めっちゃ強くない？まあ、それの武術をしていたから。えげつ？まあ、いわゆる、イキリトです。イキリトの感じよ。ああ、もうね。だってこの右側のやつちょっと突っ込んでるからね。証拠で。そうな。もうちょっと右側のやつは感じてるよね、こいつのちょっと痛さを。あ、何の武術をしていたか。ここにだからイキリ要素が詰まってんのよ。イキリ、もう一生のイキリ要素が詰まりまくってる。こいつは、超えやな、かも。あ、はいはいはい。超え、ね、超えるわ、うん。闇の武術。うわぁ。気になります。わざ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 ダークフレームとか。うわぁ。うわぁ。かっけー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 先輩って言うわ、もう俺やったの。俺ら超えれたんじゃん。こーしやすい。当てていってる。当てて超えた。当てて超えていったな。はいはいはい、はい、女の子に生きてるやろなこれ。で右がえげつ言ってるもんな。だいぶ冷めてるもん。ん、どういうこと。な、何これ。とある女性のストーリーに、ストーリーの文章で確かここに書かれてました。ああ、どっちがキショイのこれは。ああ、女ですね。女がキショイパターン。答え。いきまーす。男って本当に頭から爪先まで新鮮だ。男って本当に頭から爪先まで。めっちゃいいバッカ。ほんまこれ。そうなん。こいつ狙われてんのか。やめろ、こんなことをストーリーで上げるな。自意識過剰系女子ね。ああ、なるほど、なるほど。次。勉強になります。俺は悟空、お前はベジータ。俺らはさればまるでゴジータ。
キスマってことか。ああ、はいはい。はい。マジで俺に夢中になり好き。わらわら。俺は悟空、お前はベジータ。俺らはさればまるでゴジータ。うわ、気持ち悪い。多分俺これのプロになるよ。この後、メタメタ求めて来られた。あの、めちゃめちゃをメタメタで、キッシュ。これ、食いって。食いやん。なんでこんなんストーリーにあげたの？そう、ほんまに。それがなんなんて。これ、割と僕、仲いい友達のやつです。やめろ、やめろ、やめて、やめてあげて。許可版もらってます。許可版もらってます。もらってます。もらってます。逃げんのか。後で怒られるんやけど。はい、これいきます。はい。これ難問です。超難問。暑い夏、まあ産業、うん、暑い夏、白い雲、平和な街、かっこいい俺。おお、一緒。俺も同じじゃない。そんなやつ産業も思い浮かべやんねんけど、これ以上いけない。うん、ちょっともう限界っすわ。めっちゃ書いてるやつ。めっちゃ書いてます。長すぎる。当てるやん、これは。いきます。はい。暑い夏、太陽は笑い、風はささやく。雲は空を泳ぎ、それを僕は眺める。あー、なんてこの世界は素敵なんだろう。恥ずかしい、恥ずかしい。そう思いながら僕は野原に寝そべる。世界が僕のことを待ってるのにゃん。キッシュ。にゃんってなんやねん。絶対やめろ。恥ずかしいね。雲は空を泳ぎ、それを僕は眺める。これエグいです。これもっといい雲用意してるよな。てんてんてんの。僕らそれっていいですか。でも照れてニャン入れちゃった。あ、でもね、あのカズよくニャン使うで。かわっ。やばいやん。いや、ほんまたまに私生活で何食べるニャンと。それはもうおもろいやろ。あったあったあった。ほんまにやばい。ニャン使う人はあれだ、気持ち悪い。気持ち悪いね。気持ち悪い。おもろいやん、俺がニャンとか言って。もうむしろもう終わりですね。ちょっと僕、ちょっとほんまちょっとだけいい。ちょっとエクストラステージ。え、終わりじゃん。いや、ちょっとほんまちょっとだけいいよ。写真2枚だけ。2枚。2枚。多い方がいいからね。いやな、こういうの。後半へ続く。で、このフリップは何ですか？今いきなり渡されたけど。そのフリップで、僕が、この気持ち悪い人は誰なんだと。当ててください。当ててください。当ててください。有名人かな？まあ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 。僕ら分かる人？まあ分かるね。多分分かります。はい。はい、それでは行きます。はい。はい、1枚目。うん。あー！俺やなんて分からんで。コメント欄、壁と話す俺。キショー。今日も2枚目。おい、何考えてんねん。俺や。2枚目いきますよ。2枚目。俺や。二等公明いきますね。二等公明ってことはもう俺ですね。はい、二等公明いきまーす。はい、これですね。ドン。おい、俺や。彼氏とランチ行ってきたに使ってくださいな。キンモキンモ。ハッシュタグランチカフェ彼氏キンモ。これ投稿したらフォロワーが2人ぐらい減りました。ちょっと、誰の話。俺や。俺のアカウントの俺の話で。はい、次、次のか。俺の次の投稿いきます。はい、ドンドン。あ、おい、スタイルリミックス。目指すわ上。気持ち悪い。これ誰。はい、それではちょっと考えてください。それでは皆さん、いいですか。はいはい、ちゃんとフルネームで書くな。もう歌詞でいいやろ。はいはい。ちょっと悩んでます。それはもう漢字がわからんだけ。俺の漢字がわからんだけ。稲田さん、わかりましたか。それではフリップをどうぞ。うん。岡田和曲がり。誰やねん。誰やん。惜しい。確かに心はひれ曲がってます。でも惜しいです。惜しい。惜
失敗。それでは続いて、ナルシスト岡田和則さん、それではフリップを一斉にどうぞ。うん、俺や俺や、正解正解。あー、そっちかー。はい、ってことで、ね、年内チャンネル登録者5万人目指してます。あと僕インスタフォロワー1000人目指してますんで、ぜひフォローしてください。高評価とコメントお願いします。あと通知もね、オンにしてください。では優勝してん。うん。うん。だからもう、キショイストーリー投稿して。もう、うん。ストーリー投稿しよう。大学生の。あ、キショイストーリー？キショイストーリー。もう、あれに、選ばれよ。俺でも、キショイセンスないけどな、あんまり。まあまあ、やるわ。うん。やってくれ。多分、普通にやってたら選ばれる。おい